よろずや、ちょっと武器を見てくれよ。やあ、君たちは先日の。お前は武器マニア。ちょっと B さん。いやいや、先日は名前も名乗らずに去った俺が悪い。やあやあ、団長さんたちもいらしてたんですか。それが君の中、良い名前だな。俺の名はシエテ、十天衆のシエテといえば伝わるかな。十天衆ってなんだそりゃ。君たち十天衆を知らないの。はい、すいません。いやいやいや、むしろ知らなくてよかったよ。これで好き勝手言えるぞ。では説明しよう。十天衆とは十種の武器の全空一の使い手が集まる奇空団。その存在は全空の脅威とも言われ、ひとたび十天衆が動き出せばこの空に解決できない問題はない。ごっくり。そしてこの俺が全空最強の十天衆を束ねる頭目、天聖剣豪のシエテ様だ。かっけえ。シエテは武器マニアの変な兄ちゃんじゃなかったんだな。はい、とにかくシエテさんがすごい方だっていうのは伝わってきました。そうだろ、すごいだろ。もっと褒めてもいいんだぞ。なるほど、シエテさんは十天衆をそういう感じの集団にしたかったんですね。ちょっとシエロちゃん、余計なことは。まあ実際の十天衆は皆さんバラバラに活動しているマイペースな奇空団なんですけどね。ほう、でもまあ十天衆が強いってことには変わりないんだろう。はい、もちろんです。シエテさんを含めた十天衆の力はこのシェロちゃんが保証します。シェロちゃんがいるとなんかやりづらいな。でもシエテさんはなんで十天衆を作ろうと思ったんですか。え、十天衆を作った理由。そんなの決まってるじゃない。それは俺が生粋の武器マニアだから。武器と一緒に最強の使い手もコレクションしたくなったのさ。あ、なるほど。っていうのは冗談で。冗談なのかよ。はい、シエテさんはこういうところがあるんで、話半分ぐらいに聞いてくださいね。ああ、もうシェロちゃんがいるとほんと調子狂うな。君たちはさ、ノブレス・オブリージュって言葉を知ってるかい。ノブレス・オブ…ごめんなさい、何ですかそれ。簡単に言うとね、強い力を持つ者にはそれ相応の義務が生じるということだ。義務？ああ、十天衆はそれぞれが途方もない力を持っている。それは善にも悪にもなりうる。野放図にすると危険極まりない力だ。だから俺はその力を束ね、この全空のために有用に使う義務があると考えている。それが力を持つ者の本来あるべき姿だと思わないかい。はい、私もそう思います。シエテのやつ、何も考えてなさそうに見えて意外と考えてるんだな。ってことで、お堅い話はこの辺で終わりにして、
頼む。君のその転生記をもう一度俺に見せてくれない？いきなりなんだよ、変わり身の早いやつだぜ。でもまあ悪い人じゃなさそうですし、見せてあげましょうよ。ほう、間違いない。これは転生記の一つ、七星剣だ。まさか生きているうちに七星剣を拝める日が来るとはな。おまけにそれを覚醒に導こうとする使い手までいる。なあなあシエテ、その七星剣って何なんだ？ん？七星剣とは、空を七度滅ぼすほどの力を秘めたる伝説の剣と言われている。それは恐ろしい力ですね。ま、でも安心して、そいつはまだ覚醒の途中だからね。今は大した力はない。いや、でも俺は今まさに歴史の転換点に立ち会っているのかもしれないな。シエテさん、やれやれ、やっぱりただの武器マニアなんじゃねえかって思えてきたぜ。シエテさん、そういえば時間は大丈夫なんですか？しまった、少し長いが過ぎたな。このままでは介護に遅れてしまう。それでは、まあ頑張りすぎない程度に頑張ってみてくれたまえ。ではまた。シエテさん、行っちゃいましたね。ああ、つかみどころのないやつだったな。